よっしゃ。正直ね、スプラトゥーンやりながらテレビ見てる全然暇ねえなっていうね。はい、コナンです。皆さんテレビは見てますでしょうか。テレビ見てますかって聞くのも変な話なんだけどね、僕のこの部屋テレビないんですよ。でね、今までどうやってテレビ見ていたかっていうとね、これですよ。パソコン用の地デジチューナー、これをねパソコンにつないで、あのパソコン上でね、 Windows 上でテレビを見てました。非常に快適でした。だがしかし、最近あのパソコンを買い替えたらこれが使えなくなっちゃったんですよ。なんかよくわかんない原因はね、多分ね Windows 10の新しいパソコンにこれがね対応していないんじゃないかと思います。とは言ってもね、前使っていたパソコンも Windows 10なんだけどね。ということで Amazon で買いました。今テレビチューナー、まあいろいろあって、まあどれもね1万5000円ぐらいして結構高いんですけど、これは激安です。575円。一応ね、価格 .com でも結構人気で評判が良かったんで買ってみました。秋葉原なんかでも500円ぐらいで売ってるみたいです。Amazon で715円送料込みで買いました。激安です。これでパソコンでね、地デジ、まあテレビが見れれば非常に快適かなと思います。Nintendo のスイッチもね、パソコンにつないで、まあこんな感じで Windows 上でね、スプラトゥーン2なんかもやっています。なので、ちょっとこの同じ画面のこの隅っこの辺に地デジのね、テレビも表示できれば、まあテレビ見ながらゲームもできるみたいな、快適かなと思います。早速ね、使っていきたいと思います。中はこんな感じですね。すげえちっちゃい USB メモリーみたい。今ね、使える USB 端子がこのモニターの USB ハブにしかないっていう。はい、今ねアプリのセットアップをして立ち上げてみました。こんな感じでね、ちゃんと見れますね。まあワンセグなんで、まあ画質とかね、まあ大きさはこんな感じですけども、まあパソコンの隅っこでちょろっとね、なんか作業しながら見る分には十分でしょう。あんまりね、こういうスタイルでゲームプレイする人いないと思いますけども、一応ね、今パソコンの Windows 上でスプラトゥーン Nintendo Switch のね、をキャプチャーして取り込んで表示しています。そして今回買ったワンセグテレビチューナーのね、画面をここに表示しています。あとはまあウェブサイト2つっていう感じでしょうかね。まあゲームやりながら、テレビ見ながら、ウェブサイトも見ながらというね、感じでやっていきたいと思います。このね、スプラトゥーン2難しいんだよな。でも面白いよ。ちょっとね、なかなか実況動画上げると言いつつ上げれてないのが申し訳ないんですが、今ね、なんかちょっといろいろどういう見せ方をしたら面白いのかなっていうのはね、いろいろちょっと探ってるっていう感じでしょうかね。このバケツのタイプは高台に登って上からこんな感じで塗っていくのがいいのかな。おっしゃ。正直ね、スプラトゥーンやりながらテレビ見てる全然暇ねえなっていうね。上を取れば結構いける。もう全然テレビ見てる暇ねえな。あと1分。あ、来た。くそ、あ、やられた。ということで、全然ねスプラトゥーンやりながらテレビ見てる暇はないです。まあでもこのワンセグチューナー、まあ、700円とかなんで、まあありって、いやありかなっていう気はするよね。以上、コナンでした。